皆さんこんにちは、エボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。以前ドラム叩いてみた動画100万回達成しましたっていう動画をアップしたんですけど、あの動画をアップした後ですね、叩いてみた動画を100万回再生されると結構儲かるんですかっていう質問です。もう素晴らしい質問ですよね。結論から言いたいと思います。100万回再生されるとどのぐらい儲かるか、答えは儲かるどころか赤字です。これはもう当たり前なんですよね。なぜかというと、例えば私の場合もそうです。音源を勝手に使ってるんですね。要は音源を勝手にお借りして、それに私が叩いてみたっていう動画を、演奏してる動画をドッキングさせて、で一つの動画に仕上げてるわけなんですけど、ほとんどの楽曲は権利持ってる方がいらっしゃいますから。で松田聖子ちゃんの曲を叩きました。で例えばなんか赤いスイートピーかなんかを叩いてアップしました。でそれはどうなるかっていうと、アップロードはできるんです。アップロードはできるんですけど、ただ広告収入は利用不可となって、要は1円もその広告収入としては入ってきません。なので私がアップしている動画も200何十曲ってあるんですけど、9割ぐらいが、収入は全然ないです。これ私ばっかりの話じゃなくて、ギターを弾いてみた、ベース弾いてみた、バイオリン弾いてみた、 CD の音源を使って演奏するっていう類の、動画については、儲かんないです。儲かんないどころか赤字だと思います、皆さん。だから弾いてみた関係の動画をアップしてる方っていうのは、もう言ったらこれ儲けようとしてアップしてる人はいないと思います。プロのアーティストでさえ原曲に合わせてアップロードしてる人はいっぱいいるわけなんですよね。そんな甘くないですね。皆さん YouTube イコール儲かるっていうイメージ持たれてる方非常に多いと思いますけども、儲かんないですよ。儲かってる人は本当にもうトップ YouTuber の方々でしょうね。だから私はもうこの YouTube で稼ごうっていうのも稼げないです。今の私のやり方では全くもう赤字です。ただこれはですね、もう自分のためにもうやってるようなもんなので、何回もドラムセットの回でも言いましたけど、自己満足です。もうそれだけです。で例えばサミーさんと私バンドを組むようになって、サミーさんは自分で曲を作ってるんです。 DTM で曲を作って、要はそれを自分でボーカルを乗せて歌ってるので、もう確かに大滝詠一の曲なんですけど、CD から音源を引っ張ってません、私みたいに。サミーさんの場合はもう全部 DTM で自分で作って、で自分でボーカルを歌ってアップロードしているので、それこそ何ら問題はないんですけど、ただサミーさんの場合はですね、私がドラム叩いてサミーさんの作った音源とサミーさんが歌ってるやつをアップロードするんですけど、あまりにそっくりなもんで、おそらく YouTube のAI が、これはもう本人だって判断してるんでしょうね。サミーさんの楽曲については、私と例えば サミーさんが2人で演奏してるやつ、あれ全部広告収入はついてません。私がアップロードした分についてはもうコンピューターの方が、これはもう利用不可ですからっていうのが出てきます。でそんなのは別にいちいちね、異議申し立てしますかなんて来るんですけど、そんなのは別に申し立てしませんよ。私別にそんなサミーさんの曲で儲けようなんていう気は全くないので、100万回達成はしましたけど、そのお金の話をするとですね、全くプラスにはなってないです。スタジオなんか1日がかりです。撤収と準備だけでも3時間食っちゃうし、6時間借りたって実際3時間しかできないんです、このスタジオ。ただいろいろ YouTube でこの動画をアップするようになってですね、いろんなつながりができたっていうのがもう一番の財産ですかね。先ほどお話したサミーさんもそうですし、他のメンバーの方とね、千人ロック
ていうのがまあ群馬でやるんですけど、千人録で知り合ったメンバーの方々と YouTube でセッションしたりとかそういうのもありますし、あとは海外の方、この前もアップしましたけど、フランスの方とセッションしましたし、あとはその前はアメリカ、今度はスウェーデンの方 と、 セッションする話が向こうからですね、メールで連絡が来まして、そういうのもあるんで、まあ、それが一番ですね。あとはこの YouTube が残ってる限り、私の動画は私が、ね、死んだ後も残ってると思いますので、ああ昔の人はこんなことやってたんだなっていうのが、記録として残ればいいかなと思います。まあ、そこが一番だと思いますけどね。まあそんな感じで、100万回再生したから儲かってるかって言ったら、もうノーです。最後までご視聴ありがとうございました。